ははい、いいでごござざまます。おはようございます。およう音楽ネタですあの。あの、この間ね、あの時はちょっとが頑張ろうと思って勢い込んでたんですけど、マクロスの,あの、えー、とドッグファイターね、<laughs> やってんだけど、まだまだちょっと駄目ですな、えー。もうちょっと、もう半年かかぐらいですかね、やっぱり結構難しいんだ、あれ <laughs>。 で,で今ちょっとで、ね、なんかまた息抜きになんかやりたいなと思ってて、えっ、ー、と、早見優さんのね、渚のライオン、知らなかった、これ、堤恭平さんの曲だったんだね、この曲大好きでね、で、あの、もう何、40年ぐらい前だよね、早見優さんがアイドル時代のやつで、それで、あのタイトルをね、私、夏のライオンだと思ってたういう歌詞、そんなってなかったっけ夏のライオン ち違ったあ、ここに見りゃいかん。ええー、なん、書いてないっけあーまあまあ、そんなんで、そのタイトルをね、夏のライオンだと思って、ググったら、あれ出てこないなとて、ナギさんライオンって曲だったんですね。それで、あいつで、あの、堤京平さんって知らなくって、あの、見たら、 ああ、そうだったん、ね、だ。だからこの曲俺好きだったんだなと思って、<laughs> えっと、見てました。あの、いつもお世話になっております。あの、このページで行動進行チちらちらと今見てたんですけれども、えっ、ー、と、やっぱつい先生ってね、あ、これ簡単に気になったよな。オリジナルは何なんだろう。えっ、ー、と、オリジナルっていい、い、e、い、e、なのか。い、e、い、い、e、いなんだね。 でこんなシンプルなコード進行なんだけどいいんだよなぁと思いながらあのもう一回、えー、ちゃんとやろうみたいなことで、ね、当時はね えっとね、この曲好きでね、これひょっとしたら西武ライオンズの応援歌なのかなと思ってやられ、ね、て、あの <laughs> ライオンって言っただララララララ、You are the Larion だっけ、ね、タ,タタタタってこれ,これあのちょっと、ちょっとギターでやってみたいなと思っております。はい、じゃあまたあの、できたらアップします。